はいどうも、書道屋伊佐です。今日はね、前回鬼滅でモテるっていうのが非常に好評だったんですが、まあある視聴者さんからね、初めての今回リクエストをいただきました。今回このかまど炭治郎、この主役のかまど炭治郎の名前、このかまどっていう字がうまく書けない、美しく書けないっていうことだったので、今日はこのかまどという字を使ってレッスンしていきたいと思います。このかまど炭治郎ね、皆さん鬼滅の刃見たことあると思うんですが、実際これ書ける方ってどれぐらいいるんでしょうね。今日はぜひこの書き方も覚えてみてください。それでは早速実践。はい、では早速ね、このかまどという字非常に難しいからよく見せてくださいね。解説しながら書いていきましょう。こちらはふわっと、この土という字のこの横線、この空間はギュッと閉じてあげる。この最終角はぎゅーっと力強く長く、こういった小さな空間も均等にしてあげる。はい、ではね、このかまど赤ペンで分かりやすく皆さんに教えていきましょう。まずね、全体見た時に非常に画数が多いから、あんまり太い線で描くのではなくて、少しだけ細めの線です、ね。で、この浮かん無理のこの三角目、こちらふわっとした線でこういったところを開けてあげる。あとは、楷書ですから全てのこういった空間、ね、こういった空間を全て均等に作ってあげるということ。あとこの最終角の線はぎゅっと長く力強く、ここに大きな余白を取ってあげると美しくなるでしょう。あとはね、ポイントとしてこの横線が少し下から右に上がるということも大事なポイントの一つです。はい、皆さんね、このかまど炭治郎難しいよねこれね。で、今回ね、このかまどという文字のポイント3つあるんです。今回のこのかまどポイント、まず非常に画数が多いので筆で書く際はちょっと細めの線で使って書いていく。続いて横線が非常に多いので空間は全て均等にしてあげるということ。続いてかまどポイント3つ目、この最終角の払い、こちらをぎゅっと右へ長くして上元気よく払うということ。これさえできればこのかまど美しく描けます。ぜひ皆さんもね、挑戦してみてください。はい、今回ね、初めて視聴者さんからリクエストいただいたんですが、本当まあ嬉しいもんですね。皆さんね、ぜひ何か描いてもらいたい必殺技とかね、何か違ったアニメでも構いません、描いてほしいものあったら何でも私描きますので、下の概要欄からぜひリクエストください。それでは次回 See you next time。チャンネル登録、感想、コメントなど受け付けておりますので、どうぞ、コメントの方よろしくお願いいたします。